いやいや、お疲れ様です。お疲れ様でした。なんか何来てんだよお前。幕張まで、千葉幕張まで。メーテルだよね。いや、今日から DFM。いや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 、ちょちょ、電話で繋ぐって言ったよね。何来てんだよ。ダメなんで入ってきちゃ。おい、ファン。俺のメモ帳。そう、俺のメモ帳今日収録だったけど。メモつながりで、一言電話で出てみたらみたいな感じで。言ったよ、言ったよ。いただいたんで、うん、来ちゃいました。いやいや、来ちゃいましたもん、どころか、お前。めちゃくちゃ怖かったよ、本当に。番宣というオフィシャルな形で来ました。メーテレに OK してきたの？メーテレにも許可取って、番宣行ってきますって言って。いや、それ言われるともう、グーの音も出ないけど。いや、向かう際の見どころも、俺のメモ帳で喋らせていただいたの。いや、今日そう、喋ったし、面白かったね、でもね。めちゃくちゃ楽しくて。メモ少年がとうとう、スタジオで、ね。まさか一緒にラジオで喋る時が来るかも。いや、お前が来たんだよ。早く帰ってくれよ。